今日は西安レストランで食事です。まずはビール。今日のご飯は特別中国のパスタ、アラビアーサです。これはね、イエロータイガーが一生懸命作ってくれたんで、ぜひとも食べたいと思ってたんですけどね。じゃあ、いただきます。あんまり多く持ってもね、口が開かないんで、今回で食べます。これにはね、メキシコ産のハラペーニョが入ってます。ピリ辛ですね。まあまあ、すごいピリ辛でもうまい。まあ、イエロー君、やっちゃくさじゃな。これはうまいぞ。パスタっていう言葉自体、最近覚えたもんで、それまではスパイシーと呼んでましたね。で、味もミートソースかナポリタン。ミートソースでいいわ。上に乗っけるタイプと、まず汚染したナポリタン。これしか知らなかったんでしょう。それも、いかにも喫茶店で食べるようなもんだったんですけども。一人暮らしを始めてから、ママのスパゲティとかね、ああいうのを買ったり、安いリソースになってるナポリタンのもつとかね、ああいうのを買ってましたね。こういうこった味付けは知らなかったです。うわぁ、ピピです。でも、これはうまいな。うめぇ。ほんとね、昔はママのナポリタンがごちそうだったんですよ。今でもありますけどね。あれはほんと好きだったな。今日のパスタはメキシコ産のハラペーニョが入ってるんで、舌がピリピリしますね。かなり効きますよ。ただね、コンビニなんかで弁当を買うでしょう。それに、まあ一品っていうか、スパゲティの乾燥したやつは、ちょっとだけ乗ってるのはあるんですけど、あれはね、どうかなと思いますけど。あれは、同じ量のポテサラでも入ってればね、嬉しいんですけども、そうはいかないのかな。こうやってフォークで回して食べるのもおしゃれって感じで、
箱買いするんですけどね。今日のはピリ辛やけどうまいぞ、これ。パスタの味付けは、ホールトマトとサルサソース、それからハラペーニョ、これで味付けをつけました。ちょっとね、やっぱり七色で味付けをつけたら、ぐっと味が良くなりましたね。やっぱり年齢が違うのかな。今の子供たちの学校給食と違って、僕らの学校給食ではパスタなんか出なかったですもんね。今はスパイシーとして出てるみたいですけど。うん。で、あとね、僕はイタリアン料理専門店には行ったことないんですよ。マジでこの方、一度もないんですよ。会社のすぐ近くにイタリアンレストランがあったんですけども、なんか混んでてね、料金もお高いようで行ったことなかったですね。普通のサラリーマンの昼飯の平均値っていうのは、だいたい1000円ぐらいじゃないですか。1000円。ああ、それでも高いかな。手前の食堂っていうか、配達してくれるね、食堂。なんかだと、1回400円か、そんなもんですもんね。こういう場面ではワインを飲むでしょうけどね、ワインはあまりちょっと苦手なもんで、ビールですね。最近ちょっと焼酎に目覚めてきたぐらいかなって感じで、ビール一本、ビールを一本見つけたんですけど、ワインだけはどうもね、飲めないですね。ああ。でもそれがうまい。大学生の頃に友達とファミレス行ったんですよ。スカイダークで。ハンバーグ定食かなんか食べたんですよね、僕ね。ハンバーグとライスは別の皿に持ってくるんですけども、ライスをこうやって背中に乗して、スプーンの背中にね、乗して食べてたんですよ。これ昔からそうしなさいって親に言われてたんですけど、一緒にいた友達が、お前、食べ方きついやなーとか言って言うんですけども、俺的には、ってそんな感じですけど、何もフォークの背中にご飯乗せるのは正しいわけじゃないみたいですね。今はもうフォークでぐざぐざさせてご飯食べてますけども、
前に何回か喋ってるんですけど、パッチャー、ポンセサウザーも絶望的にまずかったっていうのが特性でありまして、その後コメントなんか読むと、そんなことするからだとかね、でも俺は死しようみたいなのがあって、まあ一応メインだからね、つけないとかあってもいいんじゃないかなとは思うんですけど、どうですか皆様、つけ麺をやってみるというのは冒険なんですかね。むちゃくちゃ落としてる、全然綺麗な食べ方じゃないな、これは。ああ、辛い。ああ。抜群。大丈夫だな。お酒料理にビールは合わないかと思ったんだけど、ビールでもいけますよ、全然。最初の昼ご飯でこういうもの食べたら昼から眠くなってしょうがないんじゃないか。これでパスタ 150g なんだけど、もう腹膨れますよ。ニンニクもすごいけどね。すみません、これを言うか、お得用の外箱なしのティッシュだけのやつ、安くていいんだよね。明日ゴミの日だ。この間酔っ払って扇風機の奥に倒れ込んで扇風機壊しちゃったから、もうゴミに出すよりしょうがないんですけど、明日を逃すとそのチャンスはまた2週間後ぐらいまで待たなきゃならないですよね。ニンニクと山ごと入ってるんで、すげえパンチがありますね、これ。
うまい。そこにね、ビールを流し込むとね、辛さがバーッと弱って、うまみがふわーって出てくるんですよ。これは、うまいわ。とっても美味しかったです。まあ、また作って食べます。舌がピリピリして。今日もごちそうさまでした。